皆様おはようございます。お元気でしょうか。昨日はねもう台風ばっかんばっかんね大変でございました。そして今日もねなんか余暇でしょうか、もう曇っちゃってねパラ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 未だにね雨が降っております。本日はですねこちらですね、砂ぎいもですね、はい、ね庶民の味方、ね 212g で144円みたいなね、もう豚肉買うよりね全然お安いのでね、本日は砂肝を使って一品作っていきたいと思います。それでは始めてみたいと思います。はい、まずね砂肝ですね、砂肝をパコンと切っちゃってください。はい、そしてですね、この唐揚げにするときはですね、この昆布ですね、ラクダの昆布みたいな缶1,2,3 通りね、これ確か別の動画にあります、そちらの方ご参照くださいませ。本日はですね、炒め物ですね、炒め物にしますのでちょっと細長めにね、普通はこういう風に切るんですが細長めに切っていきます。こんな感じですね、こんな感じ、こんな感じで細長でね切っていきます。で砂肝っていうのは本当にね歯ごたえがねよろしいんでね、もうコリ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 たまらねえぜみたいなね、感じになります。はい、こんな感じです。つながってないな。はい、こんな感じでね、じゃあサクンサクンとね切っていきたいと思います。はい、サクンサクンサクリンコですね。はい、サクンサクンサクリンコと、はい、切っていきましょう。まあホルモン系になりますんでね、嫌いな方は嫌いかもしれませんが、ここでね、ちょっと作っていただいて、砂肝を大好きになってしまいましょう。はい、こんな感じにね、できました。そうしましてですね、この砂肝ですね、砂肝これをね、ボウルの中にすっこんすっこんすころばキンキンですね、はい、入れてください。んちょっと暗いかな。そしてここへですね、にんにくのみじん切りね、2かけぐらいちょっといっちゃいたいと思います。はい、ニンニクのみじん切りはですね、こう横にね、何個かこう線を入れて縦に、ね、線を入れたら切れちゃった。そしてここでね、刻んでいくとこんな感じですね。はい、こんな感じになります。はい、こんな感じで、サクンサクンサクくんくんとね、ニンニクのみじん切りもできますのでね、お試しになってください。はい、そうしましたらこれをですね、この砂ぎいもの中にね、入れます。はい、そしてさらに生姜ですね、生姜のみじん切り、まあ、こんぐらいあればいっかみたいなね。はい、生姜の方もね、ニンニクと一緒です。横に線を入れて、あとはね、縦にこう線を入れていただいてね、刻んでいくと、はい、はい、これでね、生姜のみじん切りもできますので、お試しになってはいかがでしょうか。はい、そしたらこれをね、全部砂肝の中にドッカンドッカンドッグンくんですね、入れちゃってください。はい、こんな感じになりました。そしてここへ味付けなんですが、お塩ですね。はい、お塩を砂肝の重量の 0.5% ぐらいですね、 0.5% ぐらい入れてください。ガンガンガガンガガガンガンですね。ね、もうよくもみ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 りんたですね、もみ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 りんた。はい、これでね、下処理は、完成でございます。そしてお野菜の方なんですが、ニラの切ったやつ、もやし、人参の切ったやつ、これらを炒めて出来上がりでございます。それではね、炒めていきたいと思います。はい、それではね、砂肝の方を炒めていきたいと思います。まずですね、フライパンに油ちょっとね多めにいきますか。はい、多めにいってください。はい、そしてよくなじませて、ここでねちょっと弱火から中火にしてください。弱火から中火ですね。はい、そしてここにね、砂肝を投入していきます。はい、にんにくと生姜とねまじまじした、砂肝ですね。はい、これをガンガンと、はい、投入でございます。あとはね、砂肝に火が通るものを待ちたいと思います。はい、弱火でね、少々炒めて砂肝の方に火が通りました。もうなんで弱火なのかと言いますと、この揉み込んだ時のあのニンニクと生姜ですね、これがねちょっと焦げてしまうので、弱火でお願いしますね。はい、それではね野菜を投入していきたいと思います。はい、お野菜入ります。はい、ここでねお野菜が入ったらもう塩分してください。一緒に塩ビンビンですね。はい、それでよくね、炒め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 、炒
ですね、炒めにんじん。はい、もうね、彩りも非常によく美味しそうな香りがしてまいりました。はい、それではね、お野菜に火が通るのを待ちたいと思います。はい、お野菜の方に半分ぐらいね、火が通りました。ここで味付けになります。このお野菜の量の総重量の 1% のお塩ですね。1% のお塩、カラオン、リンリンですね。入れてくださいませ。色が変です。そして、耳かき1杯分の味の素。これ、バンバン、ババン、バッコンですね。はい、入れてください。そして、ごまアビーラ。ごまアビーラを一回し。そして、ブラックペッピー。パン、パン、2振りぐらい。お詰め方はパンパンパン5振りぐらい入れちゃっても構わないと思います。はい、あとはね、ガン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 とそれぞれの調味料とお野菜がね、混じり合ったら完成でございます。ガンガンガガンガガガン完成ですね。はい、こんなもんでよろしいんではないでしょうか。それでお皿の方に盛り付けて食していきたいと思います。テーブルの方にですね、砂肝ともやしの炒め物、砂もやしとしましょうか。砂もやし運んでまいりました。うまそうですね、これは本当に。そして最後にね、からしをちょこんと添えさせていただきました。でお好みでさらにね、一味七味がっつりコンコンと、かけちゃってくださいませ。はい、それではね、いただいてみたいと思います。じゃあまず砂肝ね、これ熱いんで気をつけてくださいね。はい、いただきます。はいはいはい、このコリコリ感ですね。はい、お野菜効かさせていただきます。熱うまコリコリシャキシャキ最高最高。はい、昼ですのでね、白名刺効かさせていただきます。白名刺ですね。砂肝いかさせていただきます。このコリコリ感がお伝えできるのが、非常に残念でございます。お酒のおつまみにもバッチリ、白飯もバッチリのね、一品でございますので、ぜひね、皆さんお試しになってはいかがでしょうか。いただきます。この砂肝の下味に使ったこの生姜とニンニクの香りですね。これがもうふわっとお口の中に広がって、ごま油とニラとニンジンの香りと相まって最高最高最高ですね。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、砂もやしの作り方、これを動画にしてみました。失礼します。いや、実況していましたら、今急にですね、裏口から水道屋さんがね、水道工事入りますんで、よろしくお願いします。粗品持ってきてくれました。驚きました。水道屋さんもね、お前なんでこの閉まってる店からでけえ声聞こえてんのみたいな ねさぞかしビビったような顔しておりました。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマークを1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。うまいです、最高、砂もやし、簡単、お安い、おいしい、3秒揃っちゃいました。今日も失礼します。どん。